そして、ゆり子はカズトになったわ、木戸み太とふとしの小説。不思議な力によって逆らう者を不幸にする、ゆり子様伝説が崇拝されている高校において、ゆり子様を決める争いに巻き込まれた、主人公が、親友と共に連続死の真相と伝説の謎に挑む、様を描く学園ミステリー。第18回、このミステリーがすごい。対象に、騎士優方名義で、 ゆり子は一人だけになったというタイトルで応募し、テレビドラマ化を前提とした UNEXT カンテレ賞を受賞した。開大、過筆修正され、2020年2月6日に宝島社文庫が刊行された。同年3月から4月にテレビドラマ化された。神戸市奈ダ区に位置する進む学校のゆりが現高校は、以前は女子校だった名残で、今も男子生徒より、 女子生徒が強い風潮がある。この学校では、ゆり子様伝説が言い伝えられていた。ゆり子様とは、特権的な身分の生徒のことで、彼女に逆らう者には、不幸が訪れる。ゆり子様になれるのは、ゆりが現高校に通う、名前の読みが、ゆり子である、女子生徒、たった一人。ゆりが現高校に、ゆり子が、複数在籍していた場合には、残り一人になるまで、ゆりこは、 天校や退学で自然淘汰されていくという。新入生の安坂ゆり子が入学するまでは、ゆりが現高校には、ゆり子は、つつみゆり子ただ一人であったが、新入生には、ゆり子の名を持つ生徒がゆり子を含めて4人いた。部活の先輩からゆり子様伝説について聞いたゆり子は、親友の島倉水木に相談を持ちかけるが、水木は、ただのオカルトと一周する。しかし、 三年生の浅ジ樹里が学校の屋上から飛び降りたのを皮切りに不幸な出来事が連鎖していく。2020年3月6日から4月24日まで毎週金曜0時25分0時55分に関西テレビの関テレドラマラボ枠でこのミス対象ドラマシリーズの第5弾として放送。UNEXT でも金曜10時から配信されている。主演は玉木ティナ。 このミス対象ドラマシリーズの過去4作にすべて特別出演している佐藤二郎がクリエイティブ、アドバイザーとして脚本開発及びキャスティングに参加している。主人公が矢坂ゆり子ではなく島倉水月となり、テレビドラマ版オリジナルキャラクターの神崎真帆、木下聡太、新藤明が登場するなど、原作から大きく改変されており、物語の結末も大きく異なっている。 その他の生徒、ありがとうございます。